ありがとう、ありがとう、よしよし。知ってんだよ。オッケー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 。何がオッケー？何が？ホラーナイト ST スタジオ。ということで今回も幽霊大好き渡辺真帆さんにお越しいただきました。どうもドラマです。なんかテンション低い。テンション低い、テンション低い、テンション低い。なんかテンション低い。いや、さっき生放送してもう食らったんだ。やばい。ドアに影があるってさ。え？今。今、うん、画質やばくない？怖い怖い怖い。え、YouTube の生放送ってこんなになの？いや、いや無理、やばくない。ん？俺がやばい。大気の顔面が、大気の顔面がゴブリンみたいな。なんすかなんすか。今上でドンってなんなかった？どうもどうもどういや、今日こんなんされても怒らない真帆さん、やばいでしょ。だいぶ疲れてるし、いつもやけど。はい、ということでね、あのゲストが来た時恒例のあの過去で気づいてないホラーナイトを紹介して、はいはい、で、1個あの今回変なことが起きたので、はい、こちらもちょっと紹介しようかなっていう。これはそれは後半にやります、はい、では前半いきましょうね。一つ目の動画が、都市伝説の人形よりもカカシの方が多い恐怖の村の撮影中にドアに怪奇現象がっていう動画なんですけど、はいはいはい、はい、ね、これにも何個か現象が起きてるみたいで、こちらをね、真帆さんと一緒に見ていこうと思います。うわぁ、言ってるな、今言ってるの、言ってるなんで、お前なんか嬉しそうなんだよ。何？ニコニコしてる。どうした？お前めっちゃでかい音しました。なんて？ドーン。え、わかんない。ドア？これは声っぽいですね。カカシの方が多い集落っていうのが存在する。嘘つけ嘘つけ嘘つけ。おお、今のだ。場所は徳島県三好市。すげえ聞こえた。カカシの方が多い集落っていうのが存在する。嘘つけ。うおー、これだ。高いやつだ。女っぽいやつだ。女だ。絶対出せないわ。みたいな。まあ、まあこんな序の口ですよ。ジャブそんな言わなくていいっすよ。これイージーだから。そうだね、うん、そうだね、はい、イージージー。続いて5分49ですね。これは何ですか？声。声いきまーす。やばいマジでやばい人です。やばい人です。え、ん？女の子笑ってなんだ。カルトに行かれてんの。やばい。今これ、あー、なんか微妙。まあこんなん微妙な、うん、これは微妙。まあ、微妙ですけど、僕らでは出せない声なんで。もうそうだな。おかしな話なんです。女の人だよね。そして5分55です。そうだよね、ずっと置きっぱなしだもんね。だから今はバーバー180。おー、あー、出たー。低い声。ガッツリスタジオだこれ。ガッツリスタジオだな、ガッツリスタジオだな、これ。声バック低くね。グリーンも相槌のタイミングおかしいじゃない。そうだね。マーボーが喋ってる時に、うん、YouTuber だったら喋るのかぶせないもんね。編集めんどくさいからね。7分45です。まだある。ほら、後ろ誰も立ってないですからね。あれか、右がなんか暗い。右がやたらと暗いって言ってるやつなのかな。後ろ誰も立ってないですからね。これか。確かにやたらおかしい。黒すぎ。右下ってことか。まあ別にこれはまあ真帆さんでも怖くない。まあ俺は別に全然。まだ足りてないっすよね。足りてない足りてない。9分28秒、女の人の声が。あなたはた声。これはなかなかやってか、普通に実在するパターンね、今日は。あそっ、あそっ、あそっ。おぉ、いやえ、まだ今聞こえなかった。いや、もう分かんない。結構はっきりしてるよ、みたいな。あ、そうそうそう。俺、これ嫌なんすよ、司会してて、こういうの。これもそのイヤホンしたもんじゃないですか。なんで？なんで？恐怖を。直に？直で。鼓膜に？恐怖を与える。ロボットみたいになってる。これはなかなかやってか、普通に実在するパターンね、今日は。あそっ。うわぁ、割れる。早っ。いやぁ、鮮明鮮明。しっかりと鼓膜に恐怖ね。恐怖だ。次の動画行きましょうか。平成の次の言語を決めた。
6分48秒で横をなんか通るらしいです。ターボーの横に見ててください。何それ。ほら。また揺れ出してる。揺れ出してる。6分48？ そう、このカメラのモニターのとこに。ここ？そんなとこ？そんなとこ見てんの？また揺れ出してる。揺れ出してる。あ、違う、ターボーの横じゃなかったよ。なんかこう、画面の外からなんかパッて。え？何も見えない。ほら。ここ。ほら。うわー。え、見えない。え、ほんま。ほんとだ、ほんとだ。マジだ。ほんとだ。おー。待って。え、じゃあほんと怖がらせって何が面白いの。本当にお前らは。いや、もう皆さん見たがってんすよ、 YouTube 界の魔王がね。こんななってんすか。見ろよこの手を。 UFES でなヒカキンと握手した手だぞ。悪霊退散。悪霊退散。後で謝ることになります。またいつも謝罪して書いてんすから。皆さんの協力のおかげで撮れたから。謝礼いたしました。めっちゃ変わってるやん。またお邪魔する際にはよろしくお願いします。白いちょっと、じゃあ光は通ってる。そうなんだ。悪霊じゃないね、前例だよね。なんだっけ、7分3秒。いい揺れだね。いいですね。大好き。トマト、トマトって聞こえる。トマト、トマト、トマト、やばいよ。7分3秒、トマトって聞こえる。トマト。あって、これ一定だよ、これ。エアコン、ほら、ト、トマト、トマト、トマトってお前が。ちょっと俺っすけど、トマトは俺っすけど、その奥で、あーあー言ってます。あ、それは取られてる。でもこれは扱ってるやつなんですね。トマトは僕です。完全に僕です。トマト。そんな現象ありえねえ。そんなもんね。次こんなもんね。ちょっとおもろい。そんなもんね。次こんなもんね。ちょっとおもろい。こんなもんね。ちょっとおもろい。じゃあこっから出た本題に入らせていただきます。こっから本題なの？こっから本題です。僕たちゲームチャンネルがあるんですけど、たまにしかゲームチャンネルで現象起きないんですけど、なんとです、なんとです、なんとです。最近入ってしまったので、こちらを聞いていただきたい。で、ゲームなんでマイクからしか声入んない。まあそうだね。その状況を踏まえてご確認ください。今のめっちゃ光ってるやん。うわ、すごいな。で、完全に女。そうだよね、声が。これ正義リボン、僕、タツキ、4人でやってて、この笑ったところで女の人が一緒に笑うという。最近ゲームにもよく入るみたいなんで、まあ、ホラー好きの方は楽しめるんじゃないかなと思います。概要欄にゲームチャンネル貼っとくので、ちょっと見てみてください。お願いします。お願いします。息してないじゃん。息するのに精一杯。あと、マホストのチャンネルで生放送をとうとうこの家で やりまして、ね、現象バチバチに起きているので、皆さんそれも概要欄貼っておくので、ちょっと色々見て、調査班の方はちょっと色々何分何秒あ、そうね、あるっていうのを職人さん、ね、マホストさんに教えてあげてください。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。どんな辛い時も。うわー、ちょいていていていって、目入った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 。オッケーじゃない。目入った。危ない。危ない。光ってます。え？嘘。うわあ。どうもドラマです。なんかテンション低い。こんなもん。ちょっとおもろい。好きになって信じたって、どうせ恋なんてこの家
一歩が踏み出せない自分。